はいどうも、またやっちゃいました。弁当を作ってまた朝忘れちゃいました。なのでおいしくいただきます。いただきます。あのね、今日はまた豪華だよ。この買ってきた白身魚フライのチーズ、これ初めてですね、これね。で、ハンバーグ、まあ、ここまではあれですよ。で、これうずらね、うずらの、もういいや、もういただきます。いやー、すげえ豪華なのを作ったんだけどな。半分は買ってきただけね、買ってきて入れただけ。やっぱ美味しいね。うん、ポテトサラダじゃない、マカロニサラダだったんだけど、電子レンジでこうやってグラタンみたいになったね。まあ、うん、忘れてもね、忘れたって、うん、白身魚チーズフライうまいな、これ美味しいね、これ、うん、忘れても、まあ、お家でね美味しくいただくわけですからいいにはいいんだけど、せっかくだからさ、せっかく詰めたらね持って行ってな。で、これは明太子を焼いたやつ、明太子を焼きました、うん、そのままでも好きだけど焼いた方が好きかもしれない、明太子、うん、あ、美味しいね。で、ここ半分は自分で作ったやつですよ。もつ煮に大好きだからちくわも入れちゃって、で、卵もね、こうやって茹でてからちゃんと入れたのよ、これちゃんと入れたのよ。でも忘れたのよ。で、僕はあの、おでんとかそういうのは煮物系はこういうわさびをつけて食べるのが好きです。うん、うん、あっ、はっ、あー、いいね。あの、みんなさ、からしつけるじゃないですか、おでんとか。わさびがいいね、わさびが好きだね。うん、じゃあ何でできたかも分かんないけど、こっちが美味しい。このもつも上手にできたんだよ。何回も茹でて捨ててね、臭くないように茹でて捨ててして、これは椎茸よ、椎茸も入れて。これちょっと高いのかな、もうちょっと低くする。うん、えっ、いや、椎茸も入れて、このもつはほんとうまくいったの、うん、美味しいね、ほんとに。うん、ちょっと濃いめの味付けをしているからおかずにもいいですよ。で、何が好きかというと、ちくわぶが好きだね。うん、初めてこっち都会に出てきて、やっぱ美味しい、コンビニでおでんを、まずおでんに対する憧れってのもあったね。あれをさ、セブンイレブンだったな、近所の狛江市の
何か分かんないけどあーごめんなさい、ちょっとちくわぶっていうの食べてみようかっつって初めて食べた時に衝撃を受けた。ちくわぶにはこんな美味しい食べ物があったのかっつって、このふにふにさがしなんですよ、なんでも食べ物はふにふにもちもち系大好き。いや、世の中になかったね、当時ちくわぶなかった、当時はまだ、だって見たことも食べたこともなかったもん。今はあんのかね、世の中ちくわぶは。もしないなら送ってあげよう、もしないのであれば世の中ちくわぶを送ってあげようね、その方がいいと思うよ。でもね、あーまた来た、あーすげー、あーわさびすげー、あー美味しいわさび、あーやっぱわさびだね。世論の人たちが見てないんだよね、この島の人間は。この僕のこの動画を見ないんですよ、どんだけ言っても。いや、たまには見ればいいかねっつって言うんだけど、島の人間見ないね、ほんと一切見てない。あの話題にも上がらない、見てるっつって、たまには見てよって言うんだけど、いや見る気しないなって、全然見ないからさ、うん、もう非協力的だね愛されてないんだねきっとね。でも別に、でもそれは食べたいものを勝手に食べてるだけだから、そりゃ見ても見なくても勝手にしてよ、ほんと。でも美味しいからさ、あ、このわさびと明太子も合うわこれ、ほんと。でもやっぱあれなんだよ、いつも思うんだけど、座って食べたらこれゆっくりなんだよね、ほんとに。もうちょっと食べたいな。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。